こんにちは。見て、マイクまで。でっかくない？これね、この近くのホームセンターで買ったんですけど、これを使って、ビーチコーミングって言うんだって。浜をね、お掃除してみたいなと思っています。ちょっと浜行ってみよっか。今日はね、午前中に、私、つくつくのね、ショップに出したんですけど、つくつくショップの、ページ作成のレクチャーを受けて、その後、あとパンフレットとかのね、あとウェブの打ち合わせの方もいたので、パンフレットもね、いくつか作るんですけど、ターゲットに合わせてね、そういう打ち合わせをして、今浜に飛んできました。頭を使ってお腹も減ったけどね、やっぱ浜見ると癒されるわ。あそこ私がね、休み前に植えたラベンダーとキウイ、元気でした。よかった。浜ね、どんなになってんのかな？すごい雨だったじゃない？どうなのかなと思ってさ。今日はね、すごくね、穏やかな海です。こうね、ピンクの船あるでしょ？これもね、ワイワイの持ち物なんだって。よいしょ。ほら、中国すごいよね。ねえ、こんなにいっぱい、どこから来たんだろう。いや、浜久しぶりに来た。熊手も初めて使うって、どうやるのかしら。どうやったらいいのかしら。ああ、いろんな植物が、ああ、引っかかって。よいしょ。見てみて、こんな感じね。これをどうやって分別していくか。波のとこ行ってみよう。ちょっとこれ、持ってきたけど、浜歩いてみようか。フグが乾燥してる。フグが乾燥してる。いろんなのがあるよ。ねえ、それこそ、弓道の弓みたいなのもある。ほら、こんな、ね。今度、浜弓道しようかって言ってるんだよね。弓道、やったことありますか？ワイワイは、そこ。実はね、あそこからね、ピューッとこう浜にすぐ出られたらいいねって言ってるんですよ。今日釣りしてる人がいる。ほら、こんな感じでね、穏やかだね。明日ね、実はね、スタンドアップパドルっていうのに挑戦するんですけど、まあ水面下でね、いろいろやりませんかっていう声だけを聞いた、6、7人集まったですよ。すごいですよね。なんかやっぱりみんな海出たいね。わあ、ここも初めて。波見ます？ほら、いろんなのが浮いて流れ着いてね。ワカメとかね、でいいな。そっか、熊手はこういうのをこうやってね、寄せたりするのにちょうどいいんだね。ほら、こういう感じで、一番取りたいのはさ、やっぱり足ね、お子さんの足が心配でしょ。そういうのを取りたいから、トングとか軍手とトングで拾ってだよね。あー、潮の香り。あー、来た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 。はい。いいですね。こんな感じ。冷たいだろうな。もっと天気がいいといい。
リザしたの。見えます？なんかギザギザしたのがね、ここのあたりにあるんだけど、ちょっと見てこようか。なんだあれ、なんだろう。よし、よいしょ。ねえ、あいた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 、熊手が足に、あととととと、あれなんだろう、ここなんだ、いつも、まあね、YouTube こうやって自撮り棒で撮るの慣れたんだけどね、いつも皆さん見てるんですよ、振り返ったりとか、あの子何か言ってんだろみたいな。まあいいけど。ああ、あれか。なんか蛇腹式のものが流れ着いていますね。なんだろう。なんだこれは。なんだこんな、なんか不思議な。なんだろう。貝とかいろんなのがついてるね。いろんな虫もついてる。花がさ、あ、これはなんだっけ。あのほら、ほらこんな濃いかだっけ。ね、軽いのこれ。軽いの。何の骨でしょうかってね、自由研究に良さそうなものがいっぱいあるね、浜は。ちっちゃい貝があるかなっていうところですかね。あとはプラスチックやっちゃってたね。やっぱレタナガフトング1本分持ってきて拾った方がいいな。熊手は海藻類の、あ、いいね。はい、波、波ね。ちょっと待って、ずーっとこんな感じ。今度ね、浜の清掃をしてくれた方に丸々プレゼントとかね、そういうのを考えています。丸々は美味しいものね。